会えませんって言ったの。で先生とも一切その話はしなかったの、うん、そしたら、まあ、先生あと町長になってね、はい、職員旅行で行ってる時人吉で死んじゃったの。頭で切れてね、あの脳溢血かなんかで、まあ、そしたらその後藤本受験っていうんですね、これ作りついて警備に行ったんですよ。彼あのどっか商社勤めてたんですよ、学習に出て。そうですよね。それであまあ再発したみたいだからって帰ったんですよ、うん、でまあ彼女もいましたからね、今の奥さん、うん、それで自治会長が、これがまたね新東宝っていう映画会社、そこの助監督だったし、七高で出したんですよ、うん、でこ うちの今の新しいあれだかって言って、まあその会長カッサンっていう時は知ってるよ。で声してたら突然に大塚ですって言うんですよ。でおーおーおーって、それでね終わっちゃったの。で他の人不思議がってんですよそしたら中山頼むよなって親父言いましたよって、まあ彼言ってたけどね。ちょっともう話がつきませんけど、いや長いですよ本当、はいはい、本当に。じゃあちょっとまああのね、本番というか、あのまた1月ぐらいから始まります。はいはい、まあまあまあ、はい、あのその時にもう少し人前でどこまで喋れるかわからないんですけど、そういった話を聞かせて。いや、あんまりね話もうまくない。いや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 、もう今日は恋のお話まで、あのしていただいたりして。ああ恋、それは、はい、それはダメです、はい、だからまあだから本番の時に、はい、あのまたお話をいただけましたら幸いです。あと龍地秀さん出ておられました。はい、すごいあの映画ファンにとってもかなり、うん、あの注目の作品になっております。いやいやいや、まあ龍さんですけど、龍、はい、さんね無料ですよ、はい、無料。じゃあ、無料、増山玲奈監督も、はい、はい、あのハンセン病映画祭、2020年の1月より、始まります。ぜひあの監督の映画皆さん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またあのこういったお話を、書き起こしたり取材に行ったり、若い世代に、貴重な体験を伝えていく、ボランティアスタッフを、募集しております。12月の11日午後、6時半にあのボランティア説明会も、ございますので、ぜひこの機会にいろんなことを一緒に考えたりアクションしたり、優しい社会を作っていく一歩を踏み出していただけたらなと思います。監督、今日は貴重なお話とんでもないいただきまして、本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。よろしく、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくございますか。はい、ありがとうございますありがとうございます。ぜひライブ中継見てくださっている方も、ボランティアスタッフとして、ハンセン病映画祭、シンクナウハンセン病映画祭盛り上げてください。お願いします。あ、大変ですね自作自演で自作自演で、俺なんか電話だってよくわかんないんですよ今なんかお話とぴったりのシーンが実は後ろに流れてて、なんか胸を打つ絵になったと思います。よかった。